私なんかすごくそうめんばっかり食べちゃって、なんかあれそうめんしか食べてない気がするんだけど、昼ご飯は特にずっとそうめんなんですよね。今日もそうめんだったんだけど、まあ夏だからっていうのもあるだろうけど、やっぱ夏の時期はやっぱそうめんっていうのがあるかなと思うんだけどね。でも私去年の夏はそうめんを一回も食べなかったんだけど、今年の夏はもういっぱい食べちゃったな。でなんか本当にそうめんばっかり食べてるんだよね。でもまあ私はそのそうめんは好きだし、なんていうか、めんつゆが好きだから、私だからそうめんの味というよりかめんつゆの味が好きなんですよ私。だからそのめんつゆを食べたくてめんつゆを食べたくてそうめんを食べてる感じがする気がする。それであのね、始まってますけど、めんつゆの中にネギを入れてね、もうね、ネギを入れたらねマジ美味しいから、もう私ネギ好きなんで、ネギが大量に入ってるものが一番好きですね。さんね、なんかネギの味ってなんかなんかなんていうのかな、癖になる。始まってる始まってる、もうすでに始まってますけど、あー皆さんこんにちは、パフューム PTM です、よろしくお願いします。すいません、いきなりね、そうめんとめんつゆとね、ネギの話しちゃった。皆さんこんにちは、パフューム PTM です、よろしくお願いします。ずっと言ったらそうめん食べませんかね。私は去年の夏は食べてないんだけど、そのやっぱ夏って言ったらそうめんを食べる人が日本は多いのかなと思ってるんですけども、まあそうめんってね、いろんな、なんていうのかな、めんつゆだけじゃなくていろんなね食べ方があるし、なんかトマトとか、トマトと、ね、一緒に食べるとか、なんかいろいろあると思うので、アレンジ次第では結構ねいろんなレシピがあると思うんだよね、そうめんって。だってそうめんの麺自体がそんなにほらなんか味が濃くないし、なんか癖になる味でもないし、だからいろんなものに組み合わせられる気がするから、意外と万能なんじゃないかなと思ってます。ねえ皆さん、そうめん食べてますか？何を聞いてるんだ私は。というわけでね、はい、今回パフューム PTM ラジオ第7回目でございます。7回目、ラッキーセブンでございます。セブン、はい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 、まあ今回で7回目ということで、早いね、7回目か。あーもうこのセリフさ、私毎回言ってるよね、前回のラジオも言わなかった、私もう6回目かって言わなかったね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとねループトークみたいになっちゃってる気がするけど、はい、というわけでね、7回目ということでラッキーセブンでございます。ということで今日も一日楽しいね、ラジオにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で最近本当にもう怒涛のパフュームニュースラッシュがもういっぱい来ていますが、いや本当にもうたくさんパフュームニュースが来ているので、今日はねそれについてたくさん話してきたらなと思いますね。なんか最近私のチャンネルになんかたびたびね、サムネイルとか動画の中にも出てきてる、なんか K
キャラクター的なものが出没してると思うんですよ。私何もアナウンスせずあれを出したから、いきなりなんか急に出てきたなと思う方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、まああれはもともとそのある動画でなんとかなその使おうかなと思ってて作ったやつで、だけどその動画っていうかそれをその企画が後倒しになったから、もうちょっと先の話になっちゃったから、じゃあせっかく作ったから使おうよと思って、今はいろんなサムネイルとか動画の中とかに登場してくれていますが、これね私 PDM の顔をモチーフにして作ってみました。はい、こういう感じなんですというわけでね、今後これこのキャラクターイコール私だと思ってね、皆さんコンテンツっていうか動画をね楽しんでいただけたらなと思います。ということで、このキャラクターともどもよろしくお願いいたします。あとね、最近出てない、最近は本当アシスタント業務にねすごく回ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、出てきたミラクルサーバーです。久しぶりミラクルサーバー、ちょっと最近出番なかったけど、最近はお休みをいただきのんびり過ごしてましたね。ちょっと最近休暇してたからね。休暇どこ行ってたの？ちょっとアメリカに旅行に行ってきました。アメリカに行ってたの？へえ、アメリカ。でもさ、今さいろいろコロナとかいろいろあるから海外に行くの厳しいんじゃないの？私はデータの存在なのでインターネットを使えばどこでも行けますよ。あ、そういうことあなたさ、ね、データ上の存在だからね。まあそうだよね飛行機とか乗らないよねまあミラクルサーバー今日もよろしくね、アシスタントよろしくお願いしますね。はい、で最近もう本当に久々のテレビ出演がありましたね。 Perfume の NHK のね番組に出られていて、で久々の歌唱出演の音楽の日に Perfume がね出たね。みんなねよかったね、もう嬉しかったね。しかもめっちゃ尺長かったよね、ケン・パフューム。最初はレーザービーム、そしてフラッシュで再生。確かあれ5、6分ぐらい尺があって、もう本当に良かった。いやいやいや、なんかね、どうせね、曲名がこれとこれとこれを披露しますよっていう発表があった時に、どうせね、キュッキュッキュッてまとめたちょっと短いメドレーなんだろうなと思ってたけども、しっかり一曲一曲やってくれて本当に良かった、本当に良かったね。ね、特にみんながよく言ってたのがレーザービームとフラッシュのつなぎ方ね。レーザービームはアルバムミックスで、タタ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 花の色がってなってたから、本当にあのつなぎ方は本当に良かったね。なんかよく Perfume のメドレー、 Perfume がテレビ番組出てる時のメドレーって、まあ、単純にフェードアウトフェードインの曲ね、つなぎ方だったんだけど、結構ねいい感じのつなぎ方だったから本当に良かったと思います。もうあれをねテレビで見た時の興奮ね、いやーもう本当に幸せだなと思ったよね。コロナのね渦のね今みんなに巻き込まれている中、希望の光と言いますかPerfumeファンのね希望の光はやっぱりPerfumeだしね、なんかやっぱりなんか元気をくれるんだなと思いました。いや、やっぱりそういうね幸せをね与えてくれるからさ、Perfumeは。だからいつもいつも思うんだけど、感謝を返しきれないなと思うんだよね、そのPerfumeに対して。私は特にそう思うんだけど、もういつもPerfumeに元気をもらったりとか勇気づけてもらっているから、それをどうPerfumeに返したら返
返しきれるんだと思うけど、まあ最終的に考えつくのが、返しきれなくていいんだと。返しきれるんじゃなくて、返しきっちゃったらそこで終わっちゃうじゃん、じゃなくて、ずっとお互い受け私受け私でいいんだと思います。なのでもう今後も私はずっとずっとパフュームをもう愛していきます。もうパフュームのこと大好きで、もう今後ともずっとやっていきますよ。もうもうパフュームのグッズ墓まで持っていきますからね、私ね。パフューム関係のもの全部墓まで持っていきますから。あと何十年後なんでしょうね、あと何十年後、私もね、そうだね、もうあと何十年後か分かりませんが、ね、ちゃんと墓まで持っていきますよはい、ということでね、ちょっと喋りすぎましたが、早速ですが始めていきましょう。パフューム BTM ラジオ7回目スタートです。Perfume 15周年&20周年アニブ With You All について語りましょう。というわけでね、今回はまさっきミラクルサーバーに言っていただいたみたいに、今回は Perfumeのアニバーサリー企画の Perfume 15周年20周年アニバーサリー With You All の特集をしていきたいと思います。イエイ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 。はい、ということでね、もうね、最近ほんといろんなことが発表されましたね。まず第1弾ということで、9月2日に、これは前からアナウンスされていました、9月2日に水曜日にリリースするブルーレイ &DVD Perfume 演出ツアー2020 B キューブドインドームの DVD& ブルーレイがね、発売されるのと、9月4日金曜日に劇場公開される映画リフレームシアターエクスプレイエンス With You が公開になりますということでね、もう皆さん嬉しいですね。もうリフレーム、去年のね、リフレーム2019が映画館で見れるということでね、あのね、よくあるんですよ、ライブを映画館で見る。まあ前も Perfume がワールドツアーファースト、セカンド、サードとね、ライブビューイングがあったと思うんですけど、それはライブ中継だったんですけど、今回はちゃんと映画館向けにちゃんと制作されたものっていうことでね、私が好きな中島みゆきさんもよくね、例えばライブとかコンサートとかあったら、それが劇場版ということでね、公開されることがたまにあるので、たまにというか毎回あるんですけども、なんかそんな感じかなと思ってます。で、特にこのリフレームのね、2019年は NHK で一応放送されてはいるんですけどもね、契約してないと見れなかったりとかするので、なんかやっぱりね、見れてない方もいらっしゃると思うんですよ、リフレーム2019はね。だからいいんじゃないかなと思います。てかリフレームはもっともっとプッシュしていくべきだと思うんですよ、コンテンツとして。そう、もっともっと Perfume
を知らない、Perfumeをそんなテレビでしか見たことないよっていう人たちも見てほしいですよ、リフレームっていうのをね。チーム Perfumeはこんなにすごいんだよって、こういうライブもできるんだよ、こういうショーもできるんだよっていうのをね見てもらいたいからさ、もうね、ぜひのも、もう Perfumeファン以外の層を見てもらいたいやつですね、もうこれは。なので早速これね、発表された時からね、前撮りじゃないか、前撮りって何、前撮りは写真だ。ムビチケコンビニ券ということでチケットが販売されました。私も早速ね、発表された日にね、ローソンに買いに行きましたよ。でね、これね、買ってくれた人にはね、グッズ付きとグッズなしバージョンがあるんですよ、このチケットって。でもちろん私はグッズ付きで買ったんですけども、こちらグッズ付きチケットホルダーということでね、リフレームのねチケットホルダーがもらえるということでね、でまあその商品価格が660円かかるんだけども、もう私はもうぜひもうこっちを買ってね、ぜひとも楽しんでいただきたいですね。でこちらのやつはね、映画は9月4日に公開されるんだけど、このグッズは2020年10月13日からローソンでもらえるそうです。ローソンで受け渡しという形になるみたいなので、ぜひともね皆さん取りに行ってくださいね、忘れちゃダメですよ。もあったんですけども、まあね、これに関しては前回のねアニバーサリーイヤーの時は We Are Perfume ワールドツアーサードドキュメントっていう映画がねあったので、もう今年もあるんじゃないかなとは思ってたんですよ。もう今年もぜひやってもらいたい。まあそれのねワールドツアーサードドキュメントだったじゃん前回が。だから今回はもういい素材あるじゃんと思ってたのよ。それがこちらがあるじゃんと思ってたのね。だからこちら誰、こちらでやってくれないかなと思ってたけど、リフレームできたね。もしかしたら第2弾があるかもしれないけど、このね劇場のね第2弾があるかもしれないけどね。いやもうこれね、このためだけに私映画館行きますよ。コロナの渦の中頑張っていきますよ。皆さん絶対この映画館にね見に行くと思うんですよ。マヒュンファンの皆さんとかそうじゃない方もいらっしゃると思いますけどね、必ずコロナウイルスは万全に対策をして楽しんでください。でこのね、なんか行く時の映像としてなんかね映像作りたいなとか思ったりするんだけど、やっぱりね映画館だからね撮影難しいからね、そこはちょっとできないと思うけど、なんか旅動画みたいなしたいなと思ったんだけどね、企画的にねやってみたいなと思ったんだけど、ちょっとね難しいかなと思ってます。ねこれに関して私グッズはないのかなと思ってんだよね。9月4日のね劇場のとこで売られるグッズってないのかなと思ってるんだよね。その前回ワールドツアーサードドキュメントの時はグッズあったんですよ。パンフレットとかシールとかショッピングバッグとかあったんですよ。だからそういうのでないかなと思ってるんだけど、まあまだ発表されてないだけだからかな、まだ1ヶ月ぐらいあるからね、グッズがあったら嬉しいよね、買いまくるよね。ぜひグッズも販売してほしいなと思ってますね。
フレームの舞台裏をまとめた内容のパンフレットが欲しいなと思うし、あとね、こういうグッズがあったらなと思うのが、リフレームってほら3人の 3D スキャンデータの A ポーズしたのがロゴじゃん。だからあれの、あのパフュームの 3D スキャンデータから作られたミニフィギュアのキーホルダーあったらよくない？で3人がこうやってついてるキーホルダーで、ね、値段はそうだね、だいたい1500円から1000円ぐらい、それか800円ぐらいで出ないかなと思ってるんだけども、ねえどうだろうね。ねえリフレームらしいグッズが出ないかなとは思ってますね。ねえあとはそうだな、まあショッピングバッグとか出そうだ気がするけど、みんなどんなのが出ると思います？ちなみにあのリフレーム2019のグッズはまず T シャツ、そしてステッカーセットとモバイルバッテリー、ミニ養生テープでクリーニングクロスと爪やすり爪切り爪やすりセットだったんだけど、まあね、私この中で一番好きだったのはやっぱりモバイルバッテリーが好きだったかな。で、あの爪切り爪やすりセット、これね、あの実際に買ってみて、買ってね、で届いてね見たのよ。そしたら意外とちゃんとしたものなのよちゃんとした爪やすりがついてたりとか爪切りがついてるとかしてるから、めっちゃくちゃいいですあれ。で使おうと思ったけど、なんかもったいなくてもう心の中が躊躇してしまって綺麗に撮ってますよちゃんとあのね、Perfumeのボックスの中に入れてちゃんと撮ってます。でこう前回の劇場のその We are Perfumeワールドツアーサードドキュメントのグッズは、まあ、劇場パンフレット、T シャツ、クリアファイル、ぷくぷくステッカー、そしてパフュームと伊勢丹のコラボレーショントートバッグがグッズだったんですよ。なのでちょっとこれを参考にしてちょっと考えようかなと思うんだけど、まあ劇場パンフレットは出てほしいなとさっき言ったと思うんですけど、劇場パンフレットと、まあ、T シャツでクリアファイルもいいよね。クリアファイルとステッカーもいいし、あとこれに私はキーホルダーをつけてほしいのと、そうだね、トートバッグもいいけど、トートバッグ、トートバッグはな、トートバッグっていうよりかはもうちょっとなんかリフレームっぽいグッズの方がいいかなとは思うな。例えばやっぱりリフレームだからパソコン教室が大量にあるわけですよ、あそこのね、あのね、Perfumeの精鋭チームがいるところなんだけど、あそこのパソコン教室なので、なんかパソコンにちなんだグッズ、そうだな、 USB メモリーとか USB メモリーカードとかどうですか？いいと思うんだけどな私。いや USB メモリーカードいいと思う、仕事でも使う人って多いと思うんですよ、データ持ち込ん、あのベータをやり取りするためとかにね、いいんじゃない？ USB メモリーカード、それか SD カード、 SD カードはないな、 USB メモリーの方がいいんじゃないかな。 USB メモリー需要あるかな。まあね、でも買ったら買ったらで私は好きだけどな、私 USB 時たまにまだ使ってますからね。私は今じゃポータブルハードディスクとか使ってる方とか多いと思うんだけど、意外と USB もいいんですよ。なんていうかな、持ち歩くとかに便利だし、ポケットにスッて入るのが私は好きなんだけどなそう、たまに私ポケットの中に入れちゃうんだけどね、入れてる、歩いてる時あるから、その USB メモリーとか私は欲しいな。でここね、あれもいいんじゃない、あのアミューズハートフェスのパフュームのバッジも売っていいんじゃないかなと思うんだよね。これで、ね、あのね、募金もできるし、なのでいいんじゃないかなと思う。あ、それよりチャリティーグッズを作ったらいいんじゃないかな。例えばあのフューチャーポップで言うと FP チャームとかチャリティーグッズだったじゃん、なんかそんな感じでいいんじゃないかな。あ、あとさ、 T シャツなんだけど、 T シャツ絶対私思うんだけど、あの Perfume ワールドツアーフォースのフューチャーポップの時のグッズでフォト T シャツってあったじゃん、めっちゃくちゃあれデザインいいんだよ。しかも Perfume3 人がこうやって写真で載ってるから、もう私 Perfume が好きですよってめっちゃくちゃ
その宣伝もできるんですよね、あれね。だからぜひあれの第2弾、フォト T シャツ第2弾を作ってくれんかな、リフレームで。リフレームのかっこいい瞬間の写真とかをなんかフォト T シャツにして売ってくれたらなと思うな、リフレームの笑顔でね。いやー、私ね、あの仕事の時とか着るんですよ、よく T シャツをね。それで、ね、私内髪いつも Perfume なんですね。なのでぜひともね、作ってくれないかな、フォト T シャツ第2弾が欲しい、フォト T シャツ第2弾。まあちょっとあの P キューブだのね、 3T シャツとかちょっとフォトなんだけど、あれも Perfume3 人の全体の写真が載ったやつが欲しいなと思いますね。ねえ、まあということでね、まあこれのね、映画リフレームシアターエクスペリエンス with you 公開が待ち遠しい、もう本当に早く見たいね。ぜひともね、グッズが発売されることを祈ってます。そして第2弾、9月16日水曜日にリリースされます Perfume ニューシングルタイムワープが発売されます。皆さん待ってたね。はい、もう日本中が衝撃を受けました。もう9月16日 Perfume はニューシングルを発売すると、タイトルタイムワープ、あーみたいな、もう本当にもう大変なニュースでございました。2020年9月16日水曜日に約2年半ぶりとなるニューシングルタイムワープがリリース決定。メジャーデビュー15周年、結成20周年の周年イヤーにリリースされる本作、完全生産限定版はアニバーサリーイヤーならではの内容となっており、タイムワープや再生のミュージックビデオやメイキング映像が収録された特典ディスクのほか、スペシャルグッズとしてタイムワープ特製カセットテープ付きカセットテープの収録内容は購入された方だけの楽しみとなっておりますということでね。いやー嬉しいな、もう本当に。Perfumeがシングルをリリースするのが2018年3月14日に発売されました無限未来以来なんですよね。いや長かったね、無限未来からシングルが出てなかったんだもん。でもこれで、ね、一番注目するところが、まずタイムワープ特製カセットテープですよ。いやPerfumeはね、先端走りますね。時代の先端です。あのカセットテープって、あの昔の世代 の、 あの記録媒体だと思うんだけど、今現在すごくレトロ的なものがすごく流行ってるんですよ。なのでこのカセットテープっていうのがいいよね。でなんか最近いろんな、もう海外で有名なアーティストさんとかもカセットテープでね、音源をリリースしたりとかしてるアーティストさんとかもいるから、ぜひともタイムワープが収録されたカセットテープとかで、特にさ再生とかさ、なんかカセットテープのあの独特な音の質感っていうのがあるじゃん、カセットテープって。あのカチャッとしたらシーッっていうさ音するじゃん、シーッっていう音がするじゃん。あれにちょっと再生の音がちょっと合いそうで、なんかレトロ的な感じでいいんじゃないかなと思うんだけどな。この特製カセットテープ付きっていうのが本当に気になる。何なんだろう、気になるね。でこちらは完全生産限定版のみについてくるということでね、もういいな、最高やね。もう待ってたよ、ファヒューズさん、本当にありがとうございます。いやもう心の支えですよ本当に。
もうこれが発表された時嘘かと思いましたもん私。それでこれに発表ねちなんで、あのアーティスト写真も更新されました。もう本当に可愛い3人がもういいかっこいい、このちょっとね鬼滅の刃色というか鬼滅の刃カラーといいますかのもありますし、で皆さんよく言うのが東京オリンピック、前回の東京オリンピックで日本の選手団が着てた赤と白の服があるんだけど、それ の, あの反対色がこの色だっていうことで、いやーなんかいろいろ考えてるねでこれがいつねスクオブでフル解禁されるのか楽しみなんですけども、いやでもね私正直ねギリギリまでフル解禁はしないでほしい。だってこれね収録内容を見てもらったら分かるんですけどもね、あの1番がタイムワープ、2番が再生なんですよ。であとはそれぞれのオリジナルインストラメンタルが入ってるんだけど、新曲はこのタイムワープ1曲なんですよね。で再生はもう皆さんご存知の通りデジタル配信もされてるしね、もうみんなたくさん聴いてると思うんですよ再生は。なのでタイムワープは正直 CD 買った時の楽しみにねすごく撮っておきたいんだけど、私はねフェイクイットの衝撃をまた再来してほしいなと思ったけどね、あの私ほんとフェイクイットって例のカップリングだったんだけど、その例の CD を買って初めてフェイクイットを聴いた時にはぁ何これみたいになったんですよ私。だからなんかそんな感じになまたしてくれないかなとは思うんだけど、まあ多分ねやっぱプロモーションとかあるし、まあねスクオブでフル解禁されると思いますよ。8月中に多分このね発売時期から見たら8月中ぐらいか9月の頭ぐらいにあるんじゃないかなとは思ってるんですけども、ちょっとねドキドキしちゃいます。でどういう曲調なんだろうなとすごく思ってるんですけども、まあこれから見るとちょっとレトロフューチャーな感じなんになるんじゃないかなと思ってるんですね。まあパフュームの今までの曲の中で言うとときめきライツとかイミテーションワールド的なちょっとレトロフューチャーだけど未来を感じる楽曲になるんじゃないかなと思ってるんだよね私。いやもう本当楽しみだな。皆さんはねこのタイムワープどんな曲だと思いますか。もう楽しみでしょうがないねもうみんなね。ということでね、もう私はもうこれのことばっかり考えてるんですけども、この完全限定生産版についてくるこの特製カセットテープっていうのがあるから、今のうちみんなカセットテープを再生できる機材を買っとこういや本当に本当に、いや聞くためにはカセットテープを聞く機会がいるからみんな絶対買っとかなきゃダメだよ。でなんかどこだったかな、 Amazon とかで調べた時にそのカセットテープをなんていうのかな、毎回カセットテープを持ち歩くのって大変じゃん、やっぱりみんなスマホに入れたいとかしたいと思うんだよね。そのカセットテープをでこの機械ある機械でそのカセットテープで MP3 に変換できるカセットテープの再生機材があったりとかするから、私それ買おうかなと思ってる。うちんちねカセットテープを再生する機材が私個人は持ってないんですよ。ちょっとうちの父親とかに聞けばもしかしたら持ってるかもしれないけど、ちょっとね私は持ってないから買わなきゃいけない。
ということで皆さんぜひともこのねタイムワープの発売される前にそのカセットテープを再生できるものをね皆さん買いましょうね。で今すごくねそのカセットテープとかもなんかかなり人気が出てきてるらしいからもうねいろんなタイプが出てると思うからぜひともみんなぜひみんなゲットしてみてくださいね。もう楽しみ楽しみ。それで、ね、今回のその発表にちなんでその Perfume のオフィシャルウェブサイトがリニューアルされました。いやねずっと思ってたんですよ私。その前回 Perfume のウェブサイトがリニューアルされたのが2013年なんですよ。2013年、まあ2013年はやっぱりスマートフォンとかがもう一気に、ね、普及していってた頃だったのでそのやっぱりスマートフォンに合わせたウェブサイト作りをしてたんですよね。でやっぱりもういろいろといろんな技術がね次から次へと出てきている中でずっと Perfume はなんか Perfume のウェブサイトはなんか形が古いなと思ってたんです。もうここ何年か。でせっかくだから Perfume をねいいウェブサイトデザインにすればいいのになとずっと思ってたんですね私。しかも PTA もリニューアルされてあんなにおしゃれなウェブサイトになったのに Perfume のニュースをお伝えする公式サイトは新しくならないのかなと思ってたんです。そしたらこのタイミングでもうおしゃれになりましたね。で私昔ウェブデザイナーをね仕事やってたんです昔ね。もうそれで、ね、この久々にこのウェブサイトがこうやってリニューアルされてみたんだけどすごくおしゃれなウェブサイトデザインになったなと思います。もう昔私ねウェブデザイナーやってたからだからすごくこのデザインが好きです。このデザイン大好きだな私。おしゃれになっちゃって昔のデザインが嘘のように思ってしまいます。かっこいいデザインになってで全体的にちゃんと見やすくなったからでも一般的な Perfume のイメージというとやっぱり最先端を走るっていうイメージが多分あると思うんですよ一般的にね Perfume のイメージなのでこういうウェブサイトデザインになったことでもうイメージがまたギュッと良くなったんじゃないかなと思います。今までちょっとねあれなんか Perfume ってこういうサイトなのっていうね私はイメージを持ってたからこのウェブサイトデザインになって本当正解だと思います。もうぜひねもうこれをずっと舐め回したいと思いますそしてこちらねこのアニバーサリーのプロジェクトということでねこれ第2弾でシングルが発表されたんですよ。でこのロゴがあるんですけどロゴを見る限りあと3回ぐらいありそうなんですよね発表が。シングル以外に何があるのみたいなもっとビッグなニュースあるか。あるよねあるよね。あと3回なんか残ってるんですよ。あと3回なんだろうなと思うんだけど私は絶対ライブだと思いますよ。ライブっていうかそのストリーミングライブだと思いますよ絶対。なのでもうちょっとこれ発表が今後楽しみなのが増えましたね。今年のVolumeは目が離せないですよ本当に。なのでね今後ともこのねあのアニバーサリープロジェクトでいろんな情報が出てきたらまたこれをねラジオとかで喋っていきたいなと思いますので皆さん今後ともPerfumeなね注目して楽しみに待っておきましょう。もう本当に幸せやね。もう本当に幸せな時間過ぎて本当にほっぺたがこぼれ落ちそうなんですけども私ね。はい、ということでPerfume 15周年&20周年アニバーサリー With You All 特集でした。
PTM ラジオ。パフュームのいろんなことを紹介するパフュームインフォメーションをスタート。ということでね、今回ちょっと新企画やりたいと思います。 Perfume インフォメーションということで、こちらは今まで Perfume が出してきたあのシングルだったりとかアルバムだったりとかを紹介していくコーナーにしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回第1回目は Perfume コンプリートベスト。売れてるらしいよ、ほんまに。ということでね、はい、ちょっと、あのね、今さっきのはね、あの、Perfumeのね、コンプリートベストの CM で、あの、Perfume3 人が言ってるんですよ。ちょっとそれ言ってみました。はい、ということでね、今回紹介するのは、Perfumeのコンプリートベストっていうことでね、はい、皆さん、こちら、皆さんご存知でしょうか？Perfumeのコンプリートベスト。Perfumeのファンの皆さん、多分みんなご存知の名曲しか入ってないコンプリートベストでございます。で、こちらね、リリースされたのが、2006年の8月2日にリリースされました。で、こちらはですね、1万枚限定生産なんですよ。あの、初回版が1万枚限定生産でリリースされたんです。で、後にね、2007年の2月14日に通常版として発売されました。だから今店頭とかに置いてあるあの CD サイズのやつが通常版でございます。で、あの DVD サイズのトールケースサイズのやつがあるんですけど、そちらは初回限定版となっております。で、初回限定版にはあのそのサイズがトールケースサイズ、そしてポスター型の歌詞カードがついていて、トレカマジカルトーク CD の応募券と DVD がついてる形となっております。で、こちらに収録されてるのが本当に神曲だらけなんですけども、まずパーフェクトスター、パーフェクトスタイル、もう名曲でございます。そしてリニアモーターガール、コンピューターシティ、エレクトロワールド、この近未来3部作が収録されてますね。そして引力、モノクロームエフェクト、ビタミンドロップ、スイートドーナッツ、ファンデーション、コンピュータードライビング、パフューム、ワンダー2という曲たちが収録されてるんですね。で、こちら、エレクトロワールドはアルバムバージョンとして収録されております。そして、スイートドーナッツに関しては、シングル版に比べて短く編集したバージョンが収録されてますね。で、これについてなんだけど、Perfume3 人がなんでこれあのスイートドーナツはそのショートバージョンが収録されてるのかっていうと、長いからですって言ってましたね。そうそう、あのなんかね、記者会見みたいなやつ、なんか質疑応答みたいなやつがあってて、それにファンの人がね、なんでスイートドーナツは短いバージョンが収録されてるんですかって言ったら、長いからですって言ってて、なんか中田敦孝さんはなんか曲が長くなりがちなんだよねって言ってて、そしてあのアルバムに収録されてるそのパーフェクトスター、パーフェクトスタイルがもともと6分か7分ぐらいあったらしいんですよ。このパーフェクトスター、パーフェクトスタイルはもともとあの収録されてるやつは4分18秒ぐらいなんですけども、それがもともと6分7分ぐらいあったっていうことで、長くなりがちってことで、あーちゃんはね、カップラーメン何個作れるんよって言ってて、で、まあこれね、なんか中田敦孝さん本人もなんか長いと思ったらしくて、この短いバージョンが収録されてるみたいです。
て、そしてあのこちらのアルバムはですね、あのニュースにはならなかったんだけど、ファンの間ではニュースになったことがあって、こちら発売が2006年なんですけども、2015年の4月にやっとプラチナディスクに認定されたということで、あーもう嬉しいね。ブリートベストがプラチナディスクだよ、本当に。まあ言えばね、Perfumeのいろんな原点が詰まったねアルバムだから、みんなねゲームが最初のアルバムだと思われてる方とかいらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、実は言うとファーストアルバムあるんだよという。でこちらのね初回限定版にあの入ってたやつがあるんですよ。マジカルトーク CD の応募券っていうのがあるんですよ。私見たことあるんですけど、そのマジカルトークの CD を応募して当選したっていうね人が見たことなくて、でなんか当選っていうか、その多分写真は絶対出てくると思うんだよね、ネット上にこういう CD だったよっていうのが出てくると思うんだけど、一回も見たことがないんだよね私。だから当選した人とかいらっしゃるのかな。でねえ、いらっしゃるのかな、あの見たことがなくて本当に私。だからぜひともね、もし誰が当選したっていう人がいたら、あの音源ください。でこちらのねコンプリートメストはね、あのジャケットのデザインなんだけど、ジャケットのデザインというかジャケットで着てる Perfume3 人の服なんだけど、サードシングルエレクトロワールドと一緒です。まあこれに関しては多分皆さん知ってると思うんですけども、その Perfume のあの Perfume クリップスの一番最初のね徳間時代のやつのビデオクリップを集めたそのパフュームクリップスの初回限定版の特典ディスクについてるあのオーディオコメンタリーっていうやつがあるんだけど、そのオーディオコメンタリーで言ってたのが、あーちゃん言ってたのが、エレクトロワールドとコンプリートベストの衣装は一緒って言ってたんです。でこちら初回限定版と通常版の違いがあります。初回限定版の DVD にはボーナストラックとしてモノクロームエフェクトが入ってるんですね、ビデオクリップが。で通常版の DVD にはビタミンドロップが入ってるんです。なので違いは DVD にモノクロームエフェクトかビタミンドロップか、この2曲の違いがあるっていう感じです。なので今から通常版はまだお店で購入することができるんですけども、初回限定版に関してはネットオークションとかに売ってるんじゃないかなと思うんですけども、私も一応初回限定版は持ってるんですよね。これね、どこで買ったかというとね、マンダラケで買いました。売ってたんですよ、あったんですよ。マンダラケに行った時にあれなんていうの、ガラスケースあるじゃん、なんかちょっとこう高いやつが置いてあるガラスケースの中に、その中に Perfumeのコンプリートベストの初回版が置いてあるの、やべえ欲しいと思って、値段が確かいくらだったかな、7000円か5000円ぐらいしたんだよね。だからあ買いますと思ってお店の人すぐ呼んで、すいませんこの Perfumeのコンプリートベストの初回限定版くださいって言って買いましたね。もうあれはもう買うしかないと思って買いました。でこちらあの Perfumeのコンプリートベストとかエレクトロワールドの時ぐらいの Perfume があのイベントとかに出てくるたびに着てた衣装があるんですよ。白色の服で、あーちゃんふわふわの服なんだけど、ふわふわしたベストみたいなのを着てるやつがあるんですけども、あーちゃんはあれのことをマタギの服だと言ってるんですね。マタギの服だと言ってるんです。確かにちょっとね、あのゴールデンカムイですかって感じのなんかね出てきそうな感じの服を着てらっしゃるんですよ、マタギの服もね。だからあれ別に他に衣装なかったのかなと思ったんですけども、なんかパフュームの3人曰く衣装がなかったからあれになったんだって言ってたけど、マタギの服らしいです。パフューム3人があれはマタギの服だと似てるからマタギって呼んでるので、でこれが
ね、またぎの服じゃないんだけど、またぎじゃないんだけど、そのコンプリートベスト、ね、コンプリートベストとエレキトロワールドで着てる衣装が後々に Perfume のシークレットシークレットで出てきますよ。皆さんぜひシークレットシークレットのミュージックビデオを見てみてくださいね。でこのアルバム以降はもう全部作詞作曲が全部中田敦孝さんになるんですけども、こちらのコンプリートベストにはあの Perfume の初期の頃の曲の歌詞を書いてくださってたきのこさんも参加してらっしゃいます。こちらのアルバムには作詞をしたのは中田敦孝さんが4曲入ってまして、残りの曲全部きのこさんが作詞をされてるんですね。なのできのこさんの作品をたくさん聴けるのはこのコンプリートベストのみとなっております。ぜひコンプリートベスト持ってないよという方とかいらっしゃいましたら、今ならストリーミングでも聴けるサービスがございますので、ぜひとも Perfume コンプリートベスト聴いてみてください。もう本当に名曲しかないですから。今でもね、最高の曲だって言われてるエレクトロワールド、それでコンピューターシティとかね入ってるので、ぜひとも皆さんお手元に取って聴いてみてください。以上Perfumeインフォメーションでした。次は何を紹介しようかな。気がするんですけど、私ちょっとこの後もちょっとあの収録関係のものが何個かあるので、ちょっと喉が痛いんですけどもね。はい、でも本当にさ、もう本当に新曲のタイムワープ、本当に楽しみで、もう仕方がないんだけど、どうしよう、もうこれがどうやって心の中であの発売まで、ね、抑えるか爆発しそうで、ちょっとねやばいんだけど、でちょっとここのね気持ちをいずれまたね、ねラジオで発散させていこうかなと思うんですけどもはい、というわけでね、ちょっとねここで皆さんにお知らせしていきたいと思います。はい、この間アナウンスさせていただきました
Perfume BTM の新コーナー、新コーナーじゃない何のコーナーだよ、何のコーナーだよ、新コーナーじゃなくて新企画、みんなの旅の思い出でメモリアルビデオを作ろうということで、みんなのPTM のとか Perfume の思い出ね、あと写真とダンスで777色のメモリアルビデオを作ろうという企画を立ち上げました。はい、こちらですね、いっぱいたくさんの、ね、写真がお寄せいただいております。本当皆さんありがとうございます。まだまだたくさんお待ちをしておりますので、ぜひとも皆さんたくさん送っていただけたらなと思います。でちょっとね、今回企画がね、応募するためにちょっとめんどくさいこともあるので、もうちょっと簡単なやり方がないかなと考えておりますので、簡単なやつを考えようかなと思っておりますので、そちらもアナウンスができ次第アナウンスをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で今回ですね、前回のねメドレーでかなり好評だった壁紙プレゼントがあったんですけどね、投票してくれた方にはプレゼントでスマートフォンの壁紙をプレゼントしますということでね、今回なんと12種類も用意しちゃいました。なんか作ってたら12種類増えちゃったんですよ。もともと4種類ぐらいを予定してたんですけど、作ってたらいつの間にか増えてしまってこんなことになっちゃいました今回ね、ピーキューブドっていうことでね、ピーキューブドのいろんなモチーフにしたスマートフォンデザインを、スマートフォンの壁紙デザインを作ってみました。なのでこちらをゲットしたいためには、企画に参加していただけたらこちらゲットできるので、企画に参加してみてくださいね。でこちらの企画の参加方法などいろいろ詳しく書いた特設サイトもオープンしましたので、ぜひともそちらも見ていろいろチェックして参加してみてください。もうね、映像の編集するのがすごく楽しみなので、ぜひともね、皆さんのね、いろんな写真とか動画とか送ってくれたらなと思います。そしてお知らせしょにょに、ですね、Perfume BTM の新作リミックス完成しました。拍手、やった。リミックスはね、いつだったかな、777色じゃなくて777色はしてないな、ラブフール以来ですねの新作リミックスができました。ちょっと久々のリミックスだったのでね、ちょっとね感覚が鈍ってたんですよ、作るときに。あれはなんかちょっと違うなーって思ってね、作るときにすごく思ってたんですけどね、何度か出来上がりました。で今回の新作リミックスの曲はいかというと、ラブサンワールド。ということでね、ラブザワールドということで、今回ラブザワールドをリミックスしてみました。ラブザワールドはね、以前ねリクエストが来てたんですよ、ラブザワールドをリミックスしてみてくださいっていう、海外の人だったかな。でラブザワールドかーと思ってたんです。でラブザワールドってアイデアが思い浮かばないなって思ってたんです。どういうリミックスしようかなっていつも考えるんですね。どういうリミックスにして見ようかな、じゃあこうしてみようかな、ああしてみようかなってね、実際に手を入れる前に考えるんですよ、曲を聴きながら。でその時に全然ラブザワールドはアイデアが浮かばなかった曲なんですよ。で、今回ちょっとラブザワールドで挑戦してみようと思って、何回もねラブザワールドリピートリピートリピートしてみてね、もうそして自分でね踊ってみたりとか、踊ってねこんな感じかなとか思ったりとかしながらやってました。本当になかなかねアイデアが出ないんだよ。なんでこんなに出ないんだろうと思うぐらい出なかったんです。ねやっとね完成したんですけどもね、ちょっと自信があるようでないような感じなんです。今まではラブザワールドの他の例えばラブフールとか
岐阜ユーマナとか東京ガールとかめっちゃ自信満々に出したんです。こういうリミックスしてましたよみたいな感じで出してたんですけど、今回のラブザワールドはちょっと私の中でもできましたみたいな感じなんです。今までできたよみたいな感じだけど、今回できました、ちょっと聞いてみてくださいみたいな感じなんです。だからね、ちょっとね、すごくハードルを開けないで聞いていただけたらなと思います。はい、今回はね、冒頭から原曲と違いますので、ぜひとも聞いていただけたらなと思います。こちら近日中に公開しようかなと思っておりますので、公開準備が整いましたら、皆様にツイッターやコミュニティとかなどでお知らせしていこうかなと思いますので、ぜひともチェックしてみてください。ということでね、皆さん今ね、コロナウイルスの第2波が来てますので、第2波が来てるっていうか第2波だと私は思ってるんですけども、第2波が来てるので、皆様パフュームのためにも健康第一で過ごしていきましょうね。またいろんなパフュームのニュースがどんどん公開されると思いますしね。わあ、楽しみじゃん。はい、ということでね、今回パフューム BTM ラジオ以上となります。はあ、もう楽しかった。皆さん本日はね、最後まで付き合っていただきまして本当にありがとうございました。またぜひ公開公開上で更新していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではパフューム BTM でした。またね、みんな、バイバーイ。